渡米はね、結構受かってからデビューまでね、短かった、一番多分ね短かったんじゃないかな、4期の中で。あ、そう、3回ぐらい応募して、その3回応募してから連絡が来て、で面接してもらって、面接も2回受けたかも。で、面接っていうか、なんかそんなガチガチなやつではなかったけど、なんかいろいろお話して、2回目もお話だったね。あ、そう、なんでわためを採用してくれたんですか？教えてもらいたくて、って聞いたら、歌でね、伸びたいとか、ホロライブでやりたいこととか、明確な夢があって、なんか、わためさんなりの覚悟や熱意がしっかり伝わったからですかねって言ってた。あと、話してみて、なんか他の人にはなかった、すごい優しさ、かっこ癒しが伝わってきましたし、素直さからの成長性も感じて、一緒にホロライブで活動しながら共に成長していくビジョンが見えたからですかねって。なんかもちろん、こう、わためさんの歌のうまさとかも、そう、ありますけど、正直その、ね、今までのこう、実績だったりとか数字とかね、見ると、まあ、わためさんよりもね、すごい人がいて、面接とかもしてるんですけど、その人たちに勝る魅力をわためさんから感じたんだと思います。以上、なんでわためを採用したかのコーナーでした、って返事が来た。わためはなんかそういうところで選んでくださったみたい。ありがとうございます。おかげさまで、今こんなたくさんのね、羊たちに支えてもらって、夢に向かって邁進させていただいております。ありがとうございます。